あなただけこんにちは、ゲームイズナビピロです。今回はワクバの広場第一ステージの攻略解説をやっていきたいと思います。パーティーはドリアード進化、ドリアード進化前2体、ボスと同じ鳥族のセイレーンです。バトル1は今みたいにザクエのキラーを持つ2体の進化前ドリアードに当たることがポイントです。バトルにもドリアードの強レーザーを当てながらボスへの感化で大ダメージが狙えます。特に右壁との隙間でカンカンを狙うとより大ダメージを出すことが可能です。こういう風に一回左壁噛んで右壁の弱点が出てる時までそれで狙うことも可能です。あなただけこんにちは、ゲームイズナビピロです。今回は若葉の広場第2ステージの攻略解説をやっていきたいと思います。パーティーは豪気進化前1体、ノーム進化前1体ですね。で、今回本当ごめんなさい、この場から2体の攻略です。今回本当にごめんなさい。で、バトルエッジは今みたいに3体のエレーゼンにうまく当たるように弾くとワンパンで処理することができます。で、バトルエッジ最悪右のリドラに当たらなくても豪気進化前の灼熱波動拳で処理することができます。灼熱波動拳で処理することができます。バトルにはノームの強力なレーザーを当てながらボスへの感化のダメージが狙えるので、特に今みたいに右の感化なので出てくる可能です。あなただけこんにちは、ゲームイズナビピロです。今回は若妻の広場第3ステージの攻略解説をやっていきたいなと思います。パーティーは中央進化3体のトグロアニータのキラーパです。で、今回本当ごめんなさい、中央はまあそこでね見ることができるんですけども、トグロに関してはちょっとコラボキャラになってますので本当ごめんなさい。今回もコラボキャラ1体で、で、バトル1の初代今見ていただいた通り対角線気味に弾くと1セットリドラを処理することができます。で、処理後左壁経由で、左上のリドラ2体も処理していく感じですね。で、バトル2の手順基本は同じで、カンカンでできる部分から順々に処理していくのがいいと思います。動画では、右下左上、左下の順で処理していくので、うまくねこういう風に壁を噛んで、雑魚処理していくといいと思います。ただたまにトグロとかだとちょっ と,、リドラの HP がミリで残っちゃうことがあるんで、そこはちょっとね、後で中央の方でカンカンして処理していくことがチキンタク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 。カグズチ持ってない。